こんにちは、クリスティーナです。今日の Vlog はアムステルダム6日目ということで、最後のアムステルダムの Vlog になります。この日は朝ごはんからスタートです。ザ・ブラックファーストクラブというところで朝食をとりました。じゃあ朝ごはん食べるときいつもこれ食べてきたね。今日はこれが、この前はとりあえず着て着替えたもんね。またエッグベネディクト、あ、違うか、サンドイッチですね。エッグベネディクトを頼もうと仕掛けてサンドイッチ。ね、こういうさ、お店すっごいさ、便利よ。便利よ。これ、めっちゃいい。なんで QR コードで、QR コードで全部注文とか支払いが済ませられるから。どこのお店行ってもね、カフェはこの方法の QR コードここにありますけど、それから、QR コードでメニューで選んで進んで、多分現金でも払えるけど、カードで払うとカードの情報をそこまでそこ入れてペイして、ずっと現金使ってないから1、2倍使ったくらい。マーケット系の現金かな。基本ネット決済、クレジットカード決済って感じ。いいです、最高です。便利です。メープルシロップかな、かける、自分でかけて、いいよ。こっちの方が綺麗だったかもしれない。私は目玉焼きをプラスしたチーズとハムのホットサンドです。いただきます。変なことじゃおるって思った。何して撮りたかったけど言いたいことはなかったとか、可愛いですってこと。ここら辺この街好きってこと。すごい眺めだけど、すごいおしゃれよ、見て。どう？いいと思う。Thank you。ホットチョコレートにした。動画撮ってた。チョコレートにしましたよ。いつもコーヒー飲んでるから、ね、たまにはね、違うものを。美味しいです。あったかいからいいね、寒いところで。でも日差しが出てきたけど、あったかいっちゃあったかいね。今日さ、調べたんよ、Google でね。
Google 先生に聞きたいんですよ。うちらがご飯屋さん探しよったら人が全然さ食べてないやん。みんなお酒飲んでるやん。お酒飲んでるだけでご飯食べてる人ほとんど見当たらんけさ、ご飯食べんのかもっと遅いんかもっと早いんか調べたら、オランダは平均的に食べる夕ご飯食べる時間が早い。17時40分その情報が正しいかもしれないけど、なんかそうやって書いてあるサイトを見た。だからみんなご飯食べてから飲みに行っとるやろね。ドイツもそうするもんね。だからみんなご飯じゃなくて飲んでるだけなんだよ。食べ終わってんだよ、うちらがご飯屋さん探すときに。謎が解けました。あとよくなんかさ、サンドイッチとか食べてる人見るね、ベンチとかでね。いいよ、柔らかいんだ。4ヶ月、7ヶ月、他にも14ヶ月、24ヶ月とかいろいろね、熟成度合いによって違うみたいです。36ヶ月もある。
お昼ご飯は食べなかったので早めの夕ご飯を食べました。もうね、ここはどうしても行きたかった。念願の海鮮が食べれるザ・シーフードバーというところで食べたんですけど、もう牡蠣が美味しい。見た目はまあそんなね大ぶりじゃないけど、ちっちゃくても全然美味しかったです。こういう焼いた海鮮もね頼んでしっかり味わいました。もうものすごく食べたいです。やっぱ白ワインがね合うよね。美味しかったです。本当に幸せな時間でした。そして食後はまあやっぱりね繰り出すわけですよ、街に。この小道気になってね、もうすぐカメラ回して進んだわけですけど、何があるわけでもないのになんかこう通りたくなっちゃうような通り道。はい、すっごいこう人とすれ違うときはね、ちょっと体を横にヒュッてしたりしないといけないから、あのカメラがすごいね揺れてるんで、ちょっと酔っちゃう人は本当申し訳ない、ごめんなさいあとちょっとライティングもね、暗かったり明るかったりして、ちょっとここ下手くそなんですけど、この通りがちょっと見せたくて、はいでも特に出たところに何かがあるってわけではなかったです。でも楽しかったです。そしてまたこの毒々しいほどに可愛らしい鬼可愛い食べ物がね飾られてるっていうか、まあショーケースで見れるようになってるんだけど、もうこれ何なのかね、かわいい、かわいすぎて食べたいって思うけど、まあ、食べるまでには至らないんだけど、もうなんかずっと見とれちゃう。なんかこうなんていうのかな、なんか取りつかれそうになるよね魔法にかかっちゃいそうな色をしてます。原宿とかにありそうじゃない、なんか映えな感じのお菓子だから、日本でもさ人気なるんじゃないかなって。このクリームもめっちゃ入ってるよね。どうやって食べるんだろうね。駄菓子屋さんもさ、すごいこういうカラフルなパッケージの お菓子がいっぱい売られてるところが結構ありました。周りが結構ね暗い時はすごいそういうところが目立つから気になっちゃいます。はい、夜もすごいいい雰囲気でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。